収穫して、それを。湧水町小場の上場小学校では、全校児童11人が近くの観光農園、薩摩ドリームファームでブルーベリー狩りとジャム作りを体験しました。農業を通して地域の良さを再発見してもらおうと去年から始めたもので、児童らはまず甘い香りが漂う園内のブルーベリーを収穫。摘んだブルーベリーでジャムやジュースを作りました。甘いです。美味しいです。こちらの農園のブルーベリー狩りは100g200円で来月上旬まで楽しめ、予約すればジャム作り体験もできるということです。撮影は霧島市の MBC ふるさと特派員谷口則義さんでした。